どこから行ってもここにあったんかな、本当に。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで出発。さあ今回は、お、リミちゃん、またプーさんまた行くの？あれ、キキフメンバー今外した2人も行くのね。なるほど、行こうそれは行こう。こっち行ったら、あれ、まだかなまだかな、びっくりマークのところ行くか。足つりそう。ちょっと準備運動とかしていこうよ。下行ってみる？とりあえずなんか下側にあったけん。リミネには内緒。何を内緒にしてるの？はい、開ける。300ゴールドゲット。ビビたる金額ではあるけれど大事。その積み重ねが大事76ゴールドしかなかったけんね。やばい。はい、そしてさらに下に行こう。靴下穴開いてる。ほどほどにね。ほどほどにってどういうこと靴下の穴開きが。鼻人ってああいう感じの移動なんかまじまじと見てしまった。ちょっとなんかすごい不気味だな。お、いけ、エクスプロージョン、いいね。エクスプロージョンってなんかもうね、名前もかっこよくない？え、そんな感じの芸人さんおらんかったっけ前。お、スキレベルアップ。いいかも。2人は敵討ちを覚えた。相手が倒れた時に発動する復讐の一撃、許さない。うわっ、あはー、これはちょっと精神的にもダメージが鼻水とか散ってくるかもしれんやん。やめてよね、人の方向いてくしゃみをするな。ビーム、全体攻撃よ。いいね、強い強いよ、プーさん。汗かいちゃったよ。お風呂でも入りたいね。お、これはリミちゃんに。もうちょっとや、もうちょっとでレベルが上がるね。気を引き締めよう。お、なんかちょっと敵が出てくる頻度が高くなってきたような気が。あ、今度はなんか出てくる順番が違うね。おお、さっきハノジンが両脇におったけど、エクスプロージョン。なんで必ずハノジン一匹だけがやられるんやろ。あー、ちょっと待って、プーさんが危険。キャーあーあーあーじゃないよ。軽い軽い。くしゃみでやられるってめっちゃ嫌じゃない？超嫌じゃない？お、プー起きてー。命のつゆ、やったね。ナイスフィッコーちゃん。そしてちゃんと回復ね、大事大事。超回復料理。そして君もだよ。自分もちゃんと回復しないとね。お、エクスプロージョン、登場率高いねえ、全体攻撃嬉しいけども。あー、リミちゃんが花が咲くよ。でも目の前であんなんやられたら笑いそうよし、いいぞ。確実に倒していく。あ、そびゅーちー。めっちゃ間近で撃つやん、怖っやばいね、そりゃ粉々になるさ。お、リミちゃんレベルアップ。そしてこのボーナス経験値は、はい、フィッコーちゃんがもうちょっとかな、レベルが上がりそうなの。早いよー、走れ走れでも私マラソン大会とかあんな感じやけど。マジで敵？いやー、宝物入っとけよ。お金とか入っとけよ。この組み合わせばっかりだな。から焼き。どうしたん？ちょっと4人とも仲良すぎるんじゃないの？こっちね、敵側ね。そしてやっぱり早々に1人脱落する。うわー、フィッコーちゃん。花が
させよう、うん、よしよし、あくしゃみ、あ大丈夫か、お焼きバナナ、焼きバナナになるとなぜ回復量が増えるんやろうか、美味しさが増すってこと、焼きバナナ食べたことないよねでもとりあえずなんか前にあのバナナミックスあれを食べた時にはうーん美味しくはないなって思ったでも焼きバナナは多分柔らかいんよね、ドライはされてないしね、いやなんかくしゃみの被害が甚大になってきたやばい、みんな耐えて、もう宴会料理準備中、しかし宴会料理いらないぞ、自分個人に、あーでもレクちゃん結構ダメージ受けた、1回のダメージ量が半端ない、ちょっと手元見て、手元ちゃんと絶対その料理失敗するわ、え手伝う、今料理してませんでした君そして宴会料理の出番はなし無駄になったんじゃないの、お、ペッコちゃんレベルアップ、そしてこのボーナス経験値はハイプーさんへ、みんな徐々に強くなっていくね、はい到着、助けた人が1600人になったので、神の力の目覚め、 HP 振りかけ増量、 HP 振りかけのサイズが520から540になった、 MP 振りかけ増量、 MP 振りかけのサイズが220から240になった、ほっほっほっ、助けた人々の感謝の気持ちが新たな力を目覚めさせような、これからもどんどん怪物たちをやっつけてミートピアの人々を救ってやってくれ、ちなみに次の目標は1650人助けること、頼んだぞ、ほほほ、お仲良しレベルが上がったよ、結構気になる、二人は気遣うを覚えた、相手がダメージを受けたら慰める、大丈夫、これっていつも思うけど何の効果があるんやろ、別に何も回復してないよねはい続けます、当然ながら続けます、はいそれじゃあ料理、結構料理増えたよね、さあどうですか、紅茶をもナイフとフォークでいただくのねどういう状態、はいそしてゲームコーナーでルーレット、ハートのマイクをください、ハートのマークで、ハートのマークじゃないハートのマイクでさっちゃんを強化させてあげてください、お、これは、あ、止まれー、ダメだー、アホネビスケット、まあね、食べ物も大事やけどね、うーん、はい、それじゃあお小遣い、結構たまったね、思ったより、これはキャンディーさん、明かりの杖を、よし、ちゃんと買ってきたね、よきよき、おー、これでだいぶ強化されたんじゃない、もうちょっとでマルク100いくやん、次でいくかな、あとはもう1476しかないからダメなんだダメなんだ、また貯めていかんとね、はいそれじゃあさあ、お、キャンディーさん、はい、キャンディーさん、メグちゃん、あとはお、ゆうかさん、行こう、はい、この4人で行きます、そろそろ1箇所、お、ここじゃない、びっくりマーク、はい、来たー来た来たー、これここに埋まってるってこと、もしかして何か埋まってる気がする、宝石かな、あ、そういう感じで見つかる見つからんがあるってことかな、ん、HP バナナ1本、土の中に埋まった HP バナナとか絶対無理やん、残念ここじゃないみたい、こういう感じなんやね、ということはじゃあ次こっち行ったらまた伸びてそこに行けるはず、さあどこにあるんだ、でも一応これね2箇所しかびっくりマークがついてないけん、あっちじゃないってことはこっちってことかな、
対まっすぐ行きます。結構分かれ道多いよね、ここ。すべてを捨てて逃げ出したい。捨てないで、逃げないで、頑張って何があったのかは知らないけれど、頑張れ。いいぞいいぞ。まあ一回一回の攻撃はすごい弱いけどね、何回か重ねたら全然いい感じのダメージやけど。お、いいねいいね。どうだ。さあ、あとこの2匹裏をつく。結構なんかみんな回復技持っとるよね何気に、あれ君も持ってるのみたいな。だってアイナも回復料理とかね、まあ、回復できるし、キャンディさんも回復できるし、あ、でもユカさんはないんか、そういう技は。メガキュア。メグちゃんは、メグちゃんもないんかな。 MP だけ。しかし飴を使っていく。カレ焼き。そろ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 集団激辛を集団激辛が見たいわ。そろそろ、はい、勝利。汗かいちゃった。お風呂入ろう、お風呂。はい、そしてこのボーナス経験値をキャンディーさんに。よく寝てすっきり。さすがだね。よく寝れるのは良きことだ。あ、もうほら、アイナとか超眠そうやもん。ふぅ。暑さでフラフラだ。暑さか、眠気じゃないのね。あ、あれは。あの椅子で休もう。危ないよー、お尻が。キックープラス。あの、スチャってかっこよくない？気持ちよかった。針がツボに効いたみたい。ちゃんとツボのところに刺さるか刺さらんかでめっちゃ反応が違うよね。はい、それじゃあこっち。若干上目に。行こう。走るの辛いよ。頑張ろう。さあ、そして、MP 飴を1個ゲット。オッケー。なんか宿屋見つけた途端に暗くなったな。お、誰？ハプニング。ああ、さっちゃんが風を。お気を確かにじゃない。お気を確かにじゃなく、頑張ってね。ほい、それじゃあ。はい、クルミンとメグちゃん。すでに一緒の部屋の二人。クルボンの好きな人って誰？へえ、言えないよ。教えてよ。教えないよ。じゃあいいや。いいんだ。あっさりやったね、意外と。それはそれで逆に寂しい。はい、そして料理。お任せで。もう風邪をひいたら食事の場にすらおらんねやな、つら。何？別料理かな？おかゆとか、おじやとか。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。リッチな扇をください。でもこれ絶対もらえる絶対もらえる。リッチな扇あれやろ、めぐちゃんやろ。よし、来い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 。入った。まあね、まあね、これで外す方が難しいよねはい、それじゃあこれをめぐちゃんにどうぞ。はあ、豪華な感じになったなでも今の服とちょっとね、色的にかな、合わんような気がするのは。扇自体は可愛いんやけどね。はい、それじゃあお小遣いさ、2181で。どうや、誰か、何か買えるか。はぁ、微妙に足りないゆうかさんの欲しい服に微妙に足りない。つら。ほい、それじゃあ。さあ、次はくるみん、フィッコーちゃん、お、めぐちゃん、行こう。次もう掘るところやもんね。ここ掘れ、ワンワン。あ、あっちにもある。マジか2箇所じゃなかったってことは、ここじゃない可能性も。何か埋まってる気がする。宝石かな。
宝石であってくれい。どう？ん？ HP バナナかーい。違った。残念、ここじゃないみたい。くーってことはまっすぐ行った先か。ここ行ったら多分また伸びて、多分ここにはあると思う。どこから行っても、ここにあったんかな、本当に。ちょっと疑ってしまうよね。もしかしたら、最初にここ行っとってもなかったんじゃないかな、みたいな。最後に行く場所にある可能性はあるよね。クルミンも手伝ってよ。つらい。おはよう、世界。お、代わりに褒めてくれたわ、ありがとう。覚悟の際。やっぱりクルミンは手伝わない。なぜ？どうしてなの？親密度が足りんとかいうわけじゃないよね。私17あるもんね、クルミンと。お、かっこいいぞ。花の格好をしているけどめちゃくちゃかっこいいぞ。おー、バッキ。綺麗に割れた。余裕だった。お、よかったよかった。じゃあこのボーナス経験値は、はい、めぐちゃんに。あとちょっとだな。走るのつらい、頑張って。まあね、普段きっと地面に根を這わせて立っているだけだろうから。でもバラはそうでもないか、わからん。わからんけど、バラってどんな感じに育つんやろうな。そこからしてわからんけど、挟み撃ち。なぜ一匹を集中攻撃なんだって感じやけどね。別にまだそこまで苦労してない。お茶にしましょう。おー、まだ必要ない。普通に考えたら戦闘中にお茶すんなしって感じやけどね。もう扇風機寒いよ、この季節。お、ありがとう。から焼き、全然決まらない技が。お、めぐちゃんめっちゃピンチやったやん今。危ない危ない。またしても危なくなった。花が咲くよ。回復技の手伝いはだいぶ助かるよね。好き。2人は身代わりを覚えた。相手をかばって代わりにダメージを受ける。君のためなら痛くないよ。かっこいい。ハサミ打ち、よっしゃ、いけい。これで粉々に。ハサミ打ちだ。お、いいぞいいぞ。そいつもハサミ打ちで、あー、とどめとはならなかったか。なっていただきたかったわ。よし、どうだ。楽勝だった。本当に。本当に楽勝やった。お、ここでボーナス経験値、これでレベルアップやろう。はい、めぐちゃんレベルアップ。上サボテンジュース。サボテンの色が微妙に違う。ちょっと熟されとる感じやね。さあ来いよ来いよ。あれ、そういえば鼻血が出てこんくなった。最初の方の段階にして吹き込んだかな。お、いけ、ダブルスライス。いいぞいいぞ。そろそろさ、そろそろあのね、そろそろ焼きよ。いけ、くぅ、いいよいいよ。てか手が鉄球ってめっちゃ怖いよね。余裕だった。一応戦闘終わったら外しよんか。ついてない。そういうことか。はい、到着。お、さっちゃん復活やったね。いつも復活の時のあの音楽好きなんやけど、ててーん。いかにもなんかもうガバッて起き上がりましたみたいな。お、かなり好き。二人はハサミ打ちを覚えた。
相手の攻撃に合わせて後ろから敵を突き大ダメージを与える。結構気になる。二人は褒めるを覚えた。ほら倒したよ。うん、すごいね。嬉しくて上機嫌になっちゃう。上機嫌になることで一体何があるのかがわからないんですが。好きなのかな？二人はお見舞いを覚えた。安全地帯で休む相手を元気づけて回復効果をさらにアップ。お。はい、ここは？めっちゃ歌いようやけど。お。一緒に歌い出した。でもありそう。ピッコちゃんならありそう。お、スキレベルアップ。ミラさんめっちゃうっとりしながら歌いよりよ。好きかも。二人はあげるを覚えた。相手が回復物を使い切っちゃった。そんな時に自分のをあげる。いい子だな。はい、そして料理。さあ誰が、この3人ゆうかさん戻ってきて。はい、ゲームコーナーでルーレット。ヒーローのエプロンをください。とりあえず全部同じくらいの確率かな。ヒーローのエプロンをください。くっ、あーダメだ。ペア力貢献 B クラス。くそー。さあそれじゃあこれを誰にしようかしら。はい、お、アイナ。はい、プーさんと一緒にバカンセレッツゴー。さあ B クラスとはいえきっと楽しいんでしょう。楽しんでおいで。楽しんでおいで。二人は旅行を楽しんだ。よきよき。ちょっと疲れたね。でもよかった。お、そしてここでスキレベルアップ。さすが、さすが旅行。ものすごく好き。はい、それじゃあお小遣い。さあみんな服なんやね。ヒーローのドレス。おヒーローのエプロン。あ、結構みんなの分買えるんじゃない。これみんなの分っていうかどれでも買えるんじゃないね、やっぱり。ということは着物ローブを買いましょう。安いということは今着てるものはさらに安くって、まあ、防御力に特化していないということだ。さあこれでどれがいいかな。はい、緑で。よし行こう。ほい、ということで待って、2551ってことはもう一人いけるんじゃない。ほらー、ゆうかさんハートの装束買おう。あと51ゴールドや。また金欠。でも2人分買えるとかね、良すぎて良すぎて。さあ何色にしようかな。紫。なんか微妙やな。オレンジ、紫、オレンジでいこう。どんだけ悩みやるねんって感じやけど。ほい、ということでじゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ次ってきっと出てくるはず。出てくるはず。掘り起こしていこう。